มีของกะหรี่เลยไม่มีอ่ะเออเป็นเกงกะหรี่เฉยเกงกะหรี่เออราคาแม่งแบบเอออันนี้อร่อยกว่าอร่อยใช่ญี่ปุ่นอีกไม่ได้เปิดใช่ไหมตามโมเออโอเคครับそうそしたら前回に引き続いてこれはまあ定番でもないけど、うん、一応海鮮カレー炒め、うん、本カレーだ、タレーで海鮮そうだね。でだいたいタレーっていうとエビとイカのセットで、うん、で食べます。で久々なんだよね、僕食べるの。うん、美味しい。カニじゃなくてエビイカになるとこれだけ安くなるっていう世界でもあるかもしれないけど、クーポッパン借りてさ、僕正直言って自分のお金であんまり食べたことある。っていうか、うん、一人で食べたことないね、うん、みんなで行ってた、なんか、うん、メイン料理にするとか、うん、そういう感じじゃないですか、うん、高いから、うん、で、なんかどっかに招待をされたとかそういう時も食べたりしたんだけど、うん、サイアムにさあれじゃん、有名なあれ、シーファーじゃなくて孫文漢文でそこでちょっと呼ばれたお昼食べましょうって言ってそれを食べたのがコロナの前ね、うん、で1個1000バーツ以上住んだよ、うん、周り全部中国人だ。それは何住んでる人みんなねスーツケース持ってるの。あだからこれから飛行場に向かう前のお昼なんですよ。あなるほどな。それでさ、一人千バーツでもみんな食べてる。中国はすごいなと思ったよその時。なんていうの、タイでさ、そのまあタイとか世界のなんかほら料理の一等賞とかなんとかかんとかでさ、うん、トミヤム君がスープのどうとかさなんかいろいろあんじゃん。で、まあ僕はなんか。ね、日本で子供の時からカレーを食べて育ってきたからこれが抜群なんだけど、まあ、プーパッポンカリーってさ、まあ、家人も好きだと思うんだけど日本人もねまあまあ嫌いな人ってのはまずいないと思うんですよ、まあ、欧米の人ってもあんまりトムヤムクンとか珍しいこれあれ宣伝の問題なのかな、うん、いや欧米人も結構食べてるかな。でそれは味どうなんですかこの。いやめっちゃ美味しい。美味しい。いや美味しい。いや僕もね。やっぱり海鮮の方が合うかな。いやな。あとで食べて。ああいやあいつね僕ねそう豚も食べた鶏も食べたけど、まあ、やっぱ基本なんていうのカレーが好きだから、うん、ガパオと一緒で、まあ、ガパオも微妙に違ったりするけどやっぱ気分は出るね、うん、海鮮の方がね。はいはいはい、うん
気分が出ると思います。あのね、僕もそうだけど、入り口って大体なんかパッケージツアーで連れられてきて、大体その分に行って、うん、これがカレー、カニのカレー炒めですよっていうのが1回目みたいな、うん、僕も食堂で食べれるって知らなかったからね。知らなかった、僕も知らなかったんだよ。食べてる人見て、とか思ったんだ。で値段聞いたら全然安いじゃん。いやいや、だから普通のチャーハンとかもさ、ちょっと気持ちが足すぐらいで、10バーツぐらいで、そうね、うん、で、実はトムヤムくんもそうなんだよね。うん、そう食堂で、だからああいう存分みたいな世界ってタイ人ってどうやって見てるんだろうね。いや、だから逆に言うと、僕が最初にこう、あ、パッポンカリーが食べれるんだっつって、で一緒にいたタイ人の人が、どういうことなのそれ、うん、いやだから日本人は存分とかで行って初めて食べて、そこしかないと思ってんだよ、カレー炒めなんですから。逆に彼女たちは知らない、知らないんだよ。存分だから行ったことないし、そういう世界がある。そう知らない、別、あれは本当外国人の世界だもんね。だからね、いや、そういうところで食べればそれはそれで美味しいんだろうけど、うん、ちょっと一人で食べたいとかっていう時は、ただね、そういうのようはそこカレー粉置いてないんですよね。だからその食堂でカレー粉が置いてあると、あ、でも聞いてみて、八本カリーって言って、うん、作ってくれるって言ったら、うん、まあ海鮮、カレー粉ないとできないもんね。カレー粉ないだろう、うん、だからそしたら海鮮がいい、はいはい、何でも作ってくれますので、ということで今日のおすすめ、はい、八本カリーでした、はい。